皆さんこんにちは、なあちゃんです。今回は参戦していく時の服装とカバンの中身を紹介していきたいと思います。それではスタート。まず参戦服はこれです。同じ過ちを繰り返すのですが、3現場これ でジャニーズカウントダウンとページズも同じ服装で行ったんですけど、カーディガンは島村で、でこんな感じで行きます。靴はマジェスティックレゴンの靴で、でこれは2年前に買ったと夢展望のジャンスカです。でこれはヘザーみたいなやつ、こんな感じ半袖で行こうと思います。でマスクはこれで行こうと思います。黒マスクで、なんか黒マスクだとなんか反射しなくていいみたいなのをツイッターで見たので、黒マスク普段しないんですけど、これで行こうと思います。カバンの中身を紹介していきたいと思います。まずこちらのトートバッグ、これは今年の SG10 のカバンなんですけど、まあ、まずこのそうちゃんのうちわです。でこのカバーはナイスクラップの豆クマシリーズっていうのがあって、これとこのパンサーうちわを持っていきます。そして絶対いるペンライトと、あと予備のペンライト、これは何で持っていくかっていうと、もしも、まあ、つかなくなっちゃったりとかして、もし隣の人とか、まあ、今コロナだからあれかもしれないんですけど、私が経験した中で自分がつかなかった時に隣の方に貸してもらったので、私もそういう時が起きたら貸すよで持っていきたいと思います。これも絶対いる。この中に双眼鏡入れてます。席が近かったらまあいらん、いやでもどこの席でも絶対いると思います。これをこれで見ます。これはタワレコで買いました。でこのチェーンというか、これはピューロで買ってきました。でもどこでも売ってると思います。サンリオのグッズが売ってあるところ。次はもうこれも絶対いる、メイク道具。これは私は、まあ、今年は、まあ、リップとかはいらないかなと思って、アイラインとマスカラとあと涙袋のラインフェイカーみたいなやつと、あとコンシーラーと、コンシーラーとあとシュガーリップレブロンの、このこれは絶対持っていこうかなって思ってます。あとは日焼け止めと日傘とあとおたかつグッズ、これも豆クマシリーズなんですけど、公式写真とかこういうラクストみたいなやつと立てるやつを持ってきます。これは母が作ってくれたんですけど、この中にちょっこりさんを持っていこうと思います。で外にはエコバッグを持っていきたいと思います。2つ目はこちらの去年のポップステップのサコッシュを持ってきました。これちょっと紐改造したんですけど、でまずこれを何セカンドバッグ的な感じで持ってきます。まずスマホ、お財布とカードケース、イヤホン、ウォークマン、こんな感じで、まあ、持っていくものは多分まあちょっとは増えるかもしれないんですけど、こういうこんな感じで持っていきたいと思います。完成形。荷物多い髪型もこれでポニーテールかなって思ってます。で緑のリボンつけてピアスもしようかなと思ってます。それでは参考になったら嬉しいです。以上、なあちゃんでした。バイバイ。